初めて会った時、なんて綺麗な子なんだろうって思った。強くて賢くて可愛くて凛々しい、とっても素敵な女の子。仲良くなれたら嬉しいな。女の子同士だし、いっぱいおしゃべりとかできたらなって。だから偶然その話を聞いた時、頭の中が真っ白になって何も考えられなくなった。しのぶちゃん、私知らなかったの。あのね、私はソイトゲル殿方を見つけるために鬼殺隊に入ったの。きっとすごく嫌だったよね。腹立たしかったよね。ねえしのぶちゃん、私ね。猫や犬などの体中に毛の生えた生き物が苦手らしい。急に口を開いたと思えば何を言うんですか。否定しないということは真実なのか。そう一言余計だからみんなに嫌われるんですよ。俺は嫌われていない以外の返事でお願いします。次回第22話、親方様。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、レイ。俺の名を教えてやる。足びらの息子だ。女の子みたいな顔が乗っかってる。殺すのせめ生き物の死骸なんて埋めて何の意味がある。傷が痛むからできないんだ。幸せならほっぺたたこう。幸せならほっぺたたこう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなでほっぺたたこう。
今からハゲるよ。夢に僕らでも Repeat after me.